面后面啊，要来要来了，准备轮到我们了，开门 ，surprise！ 气死！拯救一台，亡命装甲兵二，那感觉还是要用。全员跟黎恩嗨起来！今だわ。試合。私の番です。サーチモード起動。看一看。解析完了です。重装甲、重武装和实现单击镇压行动，蛮帅的。怕火？俺の番だな。我还好，我们就。靠李恩打一打。チャンス。私の番です。一次可以打一万。今です。任せてちょうだい。貫け、ロゼッタ。今だ。呀，还是有啊。行くぞ！突撃陣！烈火！行くぜ！过下去！チャンス！这连续猛攻也打不死，连续猛攻其实也还好。俺の番だな。一万多，这样都死了吧？引くぞ！崩れた！怕！お願いします、アガトさん！这叫连续猛攻。因为连续猛攻才让自己再打一下。相変わらずやるじゃないか。その銃剣こそさすがです。所以那个暴气还是蛮麻烦的，防御也会上升。刚看他防御本身是没有上，所以就是蓄能本能会有加强。まだまだこれからだ。精進あるのみですわ。没问题啊，司令此刻还没有补血了。好，来了来了。第四の紋章、もしかしてあそこか。目的地みてえだな。ティダ、すぐに行くぞ。すぐに行くぞ。来，储存好，打进去吧。接下来就要跟小弟爷他爸，应该会打吧？那二打我们全部，应该以他们实力来说刚刚好。父さん、中佐も、アルフィン殿下、ティタ、無事か？リンさん、皆さんも、やっとやっと会えた。他已经太想见我。本当にお久しぶりです。ご心配をおかけしました。该来个抱抱啦。私たちは平気です。アガトさんは？見ての通りだったろ。不愧是提元気そうで何よりだぜ。感謝します。将軍、中佐も、二人を丁重に扱っていただいて。接下来交给我们照顾了。何？皇族に留学生ならば、礼を尽くすのは当然のことだ。窮屈な思いをさせたのは間違いないだろうがな。公爵のおじさんとずっと一緒よりは、真っ白いな。絶対比較好。なるほど、それは確かに。さすがにバラット校が不憫になってくるんだが。我发现这个地方，改めてよくぞ来た。背景的美术都一直在抖动呢。
这不是结局卡的问题哦，真的是你看前面正常。小 problem。屈強なる第四の師団兵たちを超え、無事ここまでたどり着けるとは。没击败啊！特にエリオット。可愛かったお前のたくましい成長。父としてこれほど嬉しいことはない。後輩たちの前で可愛いとかやめてほしいな。乗り越えるよ。どんな壁でも僕たち自身が決めたことだから。そうか。炯炯有神。かつての戦術教官としても、以前からの知り合いとしても嬉しい限りだ。シバルツァ、ミュラーの弟も迷いを断ち切りつつあるようだな。ええ。多くの人たちが支えてくれたおかげです。その思いに応えるためにも、ここであなたたちを超えてみせます。已经非常的明确。盟友にして戦友。攻撃のナイトハルト中佐。未だ未熟な剣ではありますが、届かせてもらいます。クルト君、そうだね。全力でサポートします。不需要言语，都知道。该来一战。然后就等一下有没有？他就想说没有，其实我们要跟你们打，你们何必这样子？我想说、啊、你们已经很棒棒了，有没有？来来，还给你们，还给你们。怎么办？奈特哈尔，我们只能跟我可爱的儿子打了。你有奈特哈尔多，あれが獅子神皇帝から脈々と受け継がれてきたものだろう。え。新たな7組にも確かに。ならばこちらも全力で応えるべきでしょう。わあ、これが最後の試練だ。今こそ確かめさせてもらうぞ。絶望と破滅に向かいつつある帝国に、お主らが示す力と意志を。像你看一下奈特阿尔的武器。行くぞ、エリオット。阿加特的武器。感觉都是小儿科了。奏でてみせる。僕たちだけの調べを。リベールにとってもお隣さんだ。問答無用で助太刀させてもらうぜ。絶対に負けられない。私も私の力と意志を示させてもらいますわ。来るがいい。我が息子に若き獅子たちよ。你最好不要大大招。全力で受け止めさせてもらう。开始直接自己一个惊叹号，所有人撑到最后一刻。迈尔，鬼气是已经鬼气了，因为鬼气有加防。我只在觉得我们可能是要玄武常驻，他让我有一点害怕。伤害还 OK。哎，玄武整个刚住了。不晓得有没有用，好不好？至少也来一波。俺の番だな。够痛吧？啊，心焰忘了，亚历莎心焰怎么会忘记了？等一下一定要记得，最关键的、啊。已经打到现在都太顺了，没有想到心焰。哎呦，直接破防咯，可以哦。他血这么多，他血这么多一定不会那么快倒啦。可是他啊、还是要先侦查。
我原本想说打到比较后面再来侦查，趁破防赶快打，可是就想到他们到了血快要没的时候都会大爆血，有没有？就看看。知道天堂这里一定要，没关系，李恩够强，我们保护好自己就好了。全力迎击！迈尔，可惜的，もらった。也就是多多收集 DP。光よ。没中，没中，没中。終わりだ。漂亮。アネジュ丢了。私の番です。应该不会那么快啊，没关系，这个比较省，这个比较省。剣老人剣舞。さてと。起動。光剑。乱打。今です。私の番ね。不能再用了。三回合有，就黑兔比较少，没关系。行くわよ。挡到，哎，全中。麻痹黑兔，再来一波！啊，没有跟李恩 link 到。李恩，等一下就是第三下了。まだまだこんなものではないぞ。俺の番だな。等下就喊不了了，先再喊一下好了。你现在只在想说，要直接大招，还是再去想办法破他们防？用这个好了。これは、驚くほど成長したものだ。さてと。哇，赢两个，没关系。亚历山有没有恢复的、啊？我不知道哎、欸。没有恢复状态，但没关系，天堂镇里用下去应该还好。这样又有心眼，他等一下那招再来，我们也可以躲。反击！怎么有一个没反？不要再咆哮了！你两个没血量，麻痹只剩一回合。
敌人就不管他，反正他还是会攻击。466。